どうも、日いずる国 TV のお時間です。今回はいつもの記事の引用ではなく、昨今騒がれてる中国による台湾侵攻について、台湾軍、中国軍との比較、アメリカ軍との関係性、さらに最終的な肝となる直接兵器を扱う兵隊である人民解放軍に焦点を当てて考察してみました。近年、ますますその勢いを増していると言わざるを得ない中国の軍拡路線ですが、その中でも海洋進出は中国軍とロシア軍との合同艦隊が日本を一周した直近の例や、尖閣諸島近海へ毎日のように侵入を繰り返す中国船籍の存在、艦隊の護衛艦の新型化や艦船数の増加、さらには空母の建造など、行動面、費用面どちらから考えても、その意図は明らかで、日本や台湾など周辺国へ緊張を強いています。特に懸念される点として、いわゆる第一列島線に、日本や台湾が含まれているという点です。第一列島線とは、九州を起点とし、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島を線で結んだもので、これは、中国海軍、空軍の作戦区域、対米防衛ラインとされています。中国軍としては、もし有事となった場合は、作戦展開を行う海域に、アメリカ軍の空母や原子力潜水艦が侵入するのを阻止しなければなりません。そのため、中国軍は、第一列島線内での制海権を握ることを目標としています。さらに言うと、中国海軍にとって、第一列島線は、台湾有事の際の作戦海域にあたります。中国にとって、台湾有事とは、そのまま対米有事を意味しますので、アメリカと敵対関係にあり、海洋進出を進める中国にとって、台湾を手中に収めることが、いかに重要なことかが理解できます。近年の中国海軍の海洋進出ですが、中国側から見たこの第一列島線という概念を理解すると、なぜ中国海軍が尖閣諸島に侵入を繰り返しているのかということと、古い話にはなりますが、尖閣を中国に明け渡しても構わないと発言したお笑い芸人ウーマンラッシュアワーの村本氏の発言が、いかに浅はかなものであるかが理解できます。それと同時に、台湾という国が、いかに危機的状況にあるか、ということも見えてきます。日本と同様、アメリカ軍にとって、対中国戦略の重要拠点である台湾ですが、2021年3月に、アメリカ軍全インド太平洋司令官が、中国が、今後6年以内に台湾を侵攻し併合するシナリオが、一層現実性を帯びている、と発言した際に、その根拠として、習近平中国国家主席の任期問題を挙げています。中国の国家主席は、任期が2期で、10年までと制限されていましたが、この規定を変更し、2022年から3期目の任期に入る習主席が、もし再延長となった場合は、2027年は、執権再延長を行う上での山場になる時期です。長期政権を築きたい習主席にとって、国内に、その指導力を示すための課題は台湾問題になり、そのため、3期目は、この台湾問題に、より力を注ぐことが予測されます。さて、そうなると気になるのが、中国軍と台湾、アメリカ連合軍との戦力比較です。まず、台湾軍と中国軍との比較ですが、陸上兵力は、台湾約9万人に対し、中国約41万人。海上兵力は、水上艦艇が、台湾26隻、中国61隻。潜水艦は、台湾2隻、中国38隻。航空兵力は、戦闘機が、台湾約600機に対し、中国約1000機。一般論では、攻撃する側は、防衛側の3倍の兵力が必要とされており、防衛戦であれば台湾軍のみであっても、中国軍側の侵攻を防ぐことは不可能とまでは言えないような戦力比です。
さらにアメリカ軍の戦力ですが、現状どれほどの戦力が投入されることは不明ですので、あくまで予想の範囲ですが、戦闘がどのように進むかを考えることが重要になります。まず台湾有事に介入するとはいえ、アメリカ軍は自軍の将兵の犠牲を最小限にすることを、まずは最優先に考えると思われます。そのためには、中国軍の対艦弾道ミサイルを機能停止にすることが先決になります。そうすると、中国の偵察衛星の機能を麻痺させるため、衛星と地上通信施設の間に電子妨害を行い、偵察衛星から基地へ送られてくる情報を遮断するでしょう。そこからミサイル原子力潜水艦 SSGN からのミサイル攻撃で、中国本土の通信施設を物理的に破壊すれば、中国軍は目と耳を塞がれたも同然です。SSGN は、潜水艦1隻あたり、トマホーク巡航ミサイルを154発搭載されており、アメリカ軍は、ミサイル原子力潜水艦を4隻保有し、そのうち2隻が太平洋軍に配備されています。中国軍は、アメリカ軍の正確な位置を把握することが不可能になった上、近隣海域のどこから発射されるかわからない300発以上のミサイルに怯えることになるでしょう。そして、中国軍の対艦ミサイルや、爆撃機から発射される巡航ミサイルの命中精度は格段に低下します。そうした安全を確保した米空母機動部隊が中国本土に急接近し、台湾侵攻の後続部隊や補給を断つというのが作戦侵攻として想像できるのではないでしょうか。そう考えると重要になってくるのが、アメリカ軍の作戦がある程度侵攻するところまで、中国軍の猛攻をしのぐ台湾軍ということになります。そうすると、台湾約9万人対中国約41万人という兵士数の圧倒的な差から、人海戦術により物量で圧倒されるという懸念がされますが、近年中国軍内で問題になっている兵士の士気の低さという問題が、中国軍を大きく苦しめることになりそうです。かつての中国軍であれば、圧倒的な物量を誇る兵士一人一人が愛国心に満ちており、自身の死さえ厭わないような士気の高さで知られていました。そんな兵士が大挙して押し寄せ、数で圧倒する人海戦術は、兵士の命より勝利を重視する中国軍を象徴する戦術だったと言えるでしょう。ですが、今の中国軍に、そうした人員はいなくなっています。その大きな理由は一人っ子政策です。中国軍の現役兵士たちの多くは一人っ子で、その割合は7割とも言います。そのためわがままに育った兵士たちは、訓練すら平気でサボり、命の危険があれば仮病を使ってでも任務から逃げる兵士が続出していると言います。そのような状況の中国軍兵士に、かつての人海戦術など用いるなど不可能で、また、士気の低い兵士が、高度な技術訓練についていけるわけもありません。中国軍パイロットの技術は、自衛隊とは比較にならないほど低く、熟練パイロットは皆無と言われています。この点を考慮しても、台湾有事の際に、中国軍がまともに機能するとは到底思えません。また、アメリカ軍の作戦展開が控えていることは素人でもわかることで、中国軍兵士は台湾軍と対峙しながらも、アメリカ軍のプレッシャーを感じながらの戦闘となります。アメリカ軍の作戦行動まで自国の防衛に努めればいい台湾軍とは対照的に、アメリカ軍が参戦するまでに決着をつけたい中国軍は、時間的にも余裕がなく、その余裕のなさに加え、人海戦術のような物量を生かした作戦も取りにくく、程度低い兵士たちでは、効果的な作戦についていくことは難しいのではないでしょうか。最新鋭の護衛艦や空母、航空機などの開発に余念のない中国ですが、それらを支える兵士たちの質という意味で台湾軍やアメリカ軍、そして
自衛隊員とは雲泥の差があります。圧倒的な人員数というアドバンテージが活かせないほどに質と士気の低下が著しい中国軍兵士たちですが、その原因となったものが中国が進めていた一人っ子政策というのは何とも皮肉な話です。数年以内にその発生が懸念される台湾有事ですが、軍隊の肝である兵士の質と士気がこのありさまでは、いくら兵器を高性能化しても全く意味がないことかもしれませんね。今回のこのような考察はいかがだったでしょうか。ではまた次回にお会いしましょう。以上、数の理論で泣き叫びながら突進してこられると、別の意味での怖さはありますけどね。